スイス連邦憲法はスイス連邦の憲法である。スイス連邦を26の州からなる連邦共和国と定め、連邦法や憲法改正についての国民投票を請求する権利等の個人や国民の権利を規定し、州と連邦の責務を線引きし、連邦官庁について規定している。現行の憲法は1999年4月18日に、 国民投票によって成立した。以前の1874年5月29日連邦憲法を全面改正して新たに施行されたが、本質的部分を変えることなく、時代に対応させることを意図したものである。現行憲法の土台は、フランス革命の思想に影響を受けた1848年9月12日連邦憲法の交付によって形作られた。 1848年憲法は分離同盟戦争に応じて作られたものであり、連邦憲法を侵害しない限度において各州に主権を与えた。1848年憲法は1866年に部分的に改正され、1874年に全面改正された。この全面改正の際、連邦レベルで国民投票の制度が導入された。 1891年初頭憲法にイニシアティブ権が定められた。このため、いつでも部分改正が可能になった。連邦憲法は1990年代に2度目の全面改正が行われ、新憲法は1999年4月18日に行われた国民及び各州の投票によって成立し、2000年1月1日から1874年憲法に、 変わって施行された。この新憲法には、それまで連邦裁判所でのみ議論されてきた9つの人権について規定された。イニシアティブとそれに対する反対提案のため、スイス憲法は頻繁に改正されやすい。1874年憲法は140回以上の部分改正が行われており、現行憲法も同様に1年に1回以上のペースで、 部分改正が行われることが予想されており、2003年時点で、すでに6回の改正が行われた。全文と第一編は、法の支配に基づく26の州による民主的連邦共和制という国の一般的な枠組みについて定めている。全文は、スイス憲法の伝統を受け継ぎ、厳粛な神への言葉で始まっている。そこでは、連邦憲法の制定権者たる、 スイス国民と各州による意思として全文に掲げられた自由と民主主義と世界に対する連帯と公開の中での独立と平和という価値観を厳守することが表明されている。第一編の総則は連邦、州、基礎自治体の特徴を定めている。連邦を構成する州が列挙され、憲法の範囲内における州の主権が明言され、公用語としてドイツ語、フランス語、 イタリア語、ロマン主語が列挙されている。また、法の支配、比例原則、審議誠実の原則、国際法遵守の原則を国に義務付け、最後に国民の責任について言及している。第二編は人権条項である。1874年憲法で定められた人権は極めて限定的であり、また、旧憲法の53条に定められていた立派に、 埋葬される権利のような20世紀になって重要性を失ったものも存在した。その結果、連邦裁判所の膨大な判例が多くの潜在的、あるいは監修上の人権を発展させていった。この際、欧州人権裁判所の判例を参考にし、スイスも1974年に批准している欧州人権条約で保障されている人権を加えていった。 1999年の憲法改正の中で連邦議会はこれらの判例を世界人権宣言や自由権規約で保障された権利と適合する包括的な権利の目録の形で成分化することを決めた。第2編はスイスの市民権の取得や賛成権の行使についての基本的なルールについても規定している。さらに社会保障や医療、住宅の確保といった 直接的な強制力はないが政府が守るべき社会目的も規定されている。第3編では連邦都州の関係や権限について定めている。第4編では国民投票やイニシアティブについて定めている。第5編では連邦議会や連邦参事会、連邦裁判所といった連邦官庁について定めている。第6編では憲法改正の手続きや 経過規定について定めている。西治2二つのミレニアム憲法、スイスとフィンランドの新憲法について、政治学論集53巻、2001年、81ページ以下、最高法規としての憲法のあり方に関する調査、商委員会、厚生憲法としての改正手続きに関する、基礎的資料。ありがとうございます。